本日は三上さんと前原スポーツさんを散策いたします。まさかの全員翔平がお出迎え。元女子プロ野球選手はショップで何を注目するのかご覧ください。どうも翔平です。三上美穂です。お願いします。前回は野球のグローブじゃない他の紹介と購入をしたんですけど、ちょっと今回はグローブを見てきてます。三上さん的に最近スポーツ屋さんに行ってなかったということで、今結構新しいというかかっこいいグローブが多いので、三上さん目線で気になってグローブなんだこれはっていう感じで見て。てほしいなと思います。はい、軟式も結構ね派手なのもいいですよ。そうですよね。軟式もこの公式ですけど、この軟式もすごい派手なのありますし、公式もすごい新しくて最新の新しいメーカーもあるし、いろいろ見ていきましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。この辺ピッチャー用ですね。そうですね。うん、でもやっぱ最近このメーカーのダジャレが脇についてるが多くなってますね。確かに親指側についてる。あとは逆にこっち側にも。ああ確かに。ちょっとずれて。そう。小指側にあるのもある。なんかこれとかも割とサイズが結構小さめじゃないですか。そうですね。86？なんだろう。小指にこれ。86型なんで小指です一応。これ小指2本入れるらしいです。赤って生えますよね。赤ってハゲますよね。ハゲます。あ、生えます。映えます。あれちゃう。色いいっすね。このお指の中のクッションの感じが。おお。こう中ちょっと見づらいんですけど。あ、そうですか。ここにキャラクターいる？黒いクッション。黒いクッションみたいな。あ、本当だ本当だ。これの親指のフィット感。他のグローブとか中にクッション入ってないです。確かに。なんか安心感すごくないですか？すごい安心。フィット感ずれないね。すごいですよね。ずれないです。でもやっぱこれ気になりますね。バスケットボール系のはい革を使った。これ名前なんだっけ？スーパースキンです。スーパースキンっていうらしいです。これめちゃくちゃ軽いって聞いたことあって。しかも磨くのが結構この生地なのですごい簡単っていう。雨とか降っても大丈夫っていうの聞いたことあります。あ、そうなんだ。水吸わないってこと？水吸わないですその革は。持てるらしいです。遠先。ああ、持てる。すごいね。すごいですね。すごいわ。一応高校生対応なんで、その顔、はい。この辺知ってます？純喜。これは知ってます。クロシ。D by M。確か。いやこれ。I200 型。I200 って結構有名じゃない？有名です。I200 って人気な。結構人気な方ですね D by M。人気らしいですよ。大きそう。ちょっと大きいですよ。あ。めっちゃかっこいい。連動性が高く強い打球や球際に対応しやすいモデルだ。D by M、宮下大輔さんの。なんかこの濃いめの茶色もあんまなくないですか？確かにないですね。この色。渋みです。渋みです。ちなみにこの D by M っていうんですけど、新庄さんがプロのテスト。来た時に使ってたっぽいですよ。使ってました。このメーカーで、なんかその新庄さんの元マネージャーだか何かと DYM の方が共通の知り合いだったそうで、紹介してもらって作ったらしいです。DYM。そう DYM。だからそれで結構 DYM がやばかったですね。知られてるって。これも初めて見ました。これはね、僕の知り合いのクレイジー P さんって人が大好き。和牛 JB って言います。和牛で和牛 JB。和牛 JB。あ、好きですこれ。あ、いいですね。なかなかこれを女子でこうやって、あ、これ好きっす。いっすね。ないっすね。なかなか見ないです。なかなか見ないよね。見ないです。やっぱ野球やってる人だって感じよね。この皮の感じもいいですね。おお、ツヤ感すごいね。ツヤ感すごいですね。磨きがいのある。使ってったら結構馴染むんですよ。確かに馴染むっていうこう、なんていうんですか、テロテロにならないっていう。ちゃんとこう型が割と保たれやすい。これはデッドスティック。それも見たことない。デッドスティック。これのこと言ってました、さっき。さっきそうです。この線あるじゃない。これ普通のグローブってここまであるじゃない。あるあるある。これなくて、これめっちゃいいなと思って。そう。はい。でもあんまなくないですか。あんまないですね。基本的に多分オーダーとかじゃないですか。そうですよね。か。ヒロとかこのさっきのグローブ確かにやってたんですよね。あれどういう効果があるんですか。なんだっけ、まあ、押しやすくするのもあると思うんですけど、まあ普通に触り心地がいいんで。カメラしっかりしてますね。しゃべってこなすがに。はい、ごめんなさい。触り心地がいいんで。触り心地のために安くしたの。自分結構いいですよ、触り心地は。そう。あとどういう機能があるんですか。まあどうなんだろうと。そう、どうなんだろう。そこら辺はなんか軟式の方が結構色味とか増えるんですか。じゃあ行きましょう、軟式。軟式行きましょう。軟式の方がすごい色が。そうですね、カラフルなんで。軟式の方が多分色すごいと思います。蛍光とかもね。そう、色。私黄色と水色大好き。マジ。お。スラッカーは使ったことありますか。あります、結構。最初の中学校の軟式ですることだったんです。でもスラッカー湯もみして使ってたんですけど、もうスラッカーって割と最初から柔らかくて、なんで湯もみすると馴染みはいいんですけど、長持ちするかって言われたら、まあ、普通のグローブよりちょっと落ちちゃうかなっていう感じです。これじゃん。めっちゃいい。ハイゴールドハイゴールド使ったことあるんですか。ハイゴールドの赤使ってました。高校生の時。あ、高校生の時。ちゃんと高校生の時。ちゃんと高校生。私も一応高校生時代にありましたよっていうことかな。ハイゴールドは皮が結構いいんで。うん。音とかも結構。私の使ってたやつ多分 H だけだったんですよ。ああ。俺も持ってる。俺も持ってる。懐かしいですね。これがハイゴールドなのは今知りました。HD で。そう、新しいのですよね。新しい。結構なんか深めで撮るって感じじゃないですか。そうだね。そうだね。掴むって感じ。掴むって感じ。自分が初めて前原さんに来た時に購入したのがハイゴールド、オレンジ。己極めって、そう、己極め。己極め。その日から毎年来るようになった。傾向ですけどね。あ、すごい。田中康介選手。色めっちゃ可愛くないですか。でもサイズ割とちっちゃめ。確かにちっちゃめ。これ軟式です。軟式。お値段どれぐらい。いいですね。お値段は約3万円。約3万円。これ可愛いですね。いいよね。ジームス基本的にこうなんか湯もみ加工済みなんですよ。デザインも結構可愛いですね。いいね。女子野球選手がね、ピッチャーで使ってました。成人式の浴衣みたいな感じですか。着物じゃん。これ編集しててください。夏祭りかな。カットしたいっすよね。いろんなほらカラーもあるし、見てる。すごいっすね。これやばくないですか、ヒョウ柄。てっぺんですね。変わるんですけど、てっぺんですね。ヒョウ柄なんだけど、これは豚って言ってたな、なんか江頭さんが言ってましたね。豚毛って言ってた。すごい。これ見てください。これ見たことないかも。確かにね。新しいですね。新しい。スーパーソフトって柔らかい、すぐ即戦力グラブです。これはなるほど。ちょっとやったらめっちゃ柔らかいですよ。それは。いや、もうここ触った時点でもうニャミニャっていうのがすぐ使える。あ、本当だ、すぐ使える、すぐ使える即戦力グラブです。おしゃれですよ、こういうのもね、おしゃれです。あと何かあります？でもこれも結構ローリングス、ローリングス、アメリカンモデル、アメリカンモデル好きですよね。結構好きです。ちょっとなんか英語喋ってみて、英語めっちゃぶりすごい。日本語も喋れないね。彼もそうです、日本語喋れません。一緒ですね。頑張りましょう、頑張りましょう。これ可愛くないですか？可愛いですね。ローリングス結構ね、メジャーリーガーがすごい使っていることが多くて、結構メジャーリーガーモデルが結構多いと思います。これちょっとピッチャー用だ。ピッチャー用なの？昔のマークですね。可愛いです。あ、確かに。がっつりもうアメリカ。アメリカっすね。国歌流れてます。今 BGM で。あ、色彩。これってあれだっけ？大谷？一応大谷選手モデル、そう、こういうのを使ってるんです、ピッチャー用で。あ、そうなんですか。これに似た外野手用ですね。紐がレインボーステッチ、なんだろうこれ、レインボーステッチ。本当だ、レインボーステッチ、すごいですよ。すごいですね、デザインがすごい。デザインでという感じで、今回はね、三上さん、女子野球の三上さんにグローブをね、見てもらいました。いつも僕らがやってる紹介より三上さんがやるグローブ紹介の方が面白いんじゃないですかね。ね、なんかね、見応えありますね。僕らがやるより見応えあったんじゃないですかね。まあでも本当に僕らはもうずっと見てますけど、三上さんからしたらあんま見てないっていうのもあるんで、こう今まで見たことないラベルだったり、ラベル違います。ラベルか。ラベルだ。ラベルじゃないですか。やべえ、もう疲れてる。ラベルだったり、ウェブだったり、カラーだったりね、カラーバリエーションだったり。野球をね、知るイコール、野球道具も知るってことなので、僕はちょっといろいろ野球のグローブとか道具関係、いろいろ知れたんじゃないかなと思います。女子野球塾のね、コーチをやってるんですよ。まあこれから担う少女たちのためにね、野球道具のまあアドバイスとかもしてほしいし、野球の技術ももちろんしてほしいし、頑張ってる子なんで、ね、これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。頭のサイズは同じ同盟なんで、今後ともよろしくお願いします。そんなでかいです。そんなことないと思います。ヘルメットいつもL しか入らないんで。あ、L ならいいっすね。俺 XO なんで。違うです。上には上がいるって。でも同じ手にしていきましょう。じゃあ三上さんの SNS、 そしてサニーキャッチボールの SNS、 動画の概要欄に貼っておきますので、チェックよろしくお願いします。この動画いいと思ったらチャンネル登録とコメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではShoheiTV2022 年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。じゃあ変顔しなくてもしないでいいですか。さっきからずっと。翔平さん、なんか顔大丈夫ですか？ちょっと俺、歪んでます。